ものすごく久しぶりのフォールガイズ。前回がなんと2022年の7月22日ということで、なんと約9ヶ月ぶり。そんなになるんだね。自分で調べてちょっとびっくりしましたよ。俺全然フォールガイズハマってない。で、前回から収録外でも一回もプレイしてないと思うんで、動画的にもそうだし、プレイ的にも約9ヶ月ぶりということで、正直操作を覚えていないので、操作。ん？バツジャンプ、四角ダイブね。まあ、それだけ覚えとけばね。で、R で掴むね。なるほど。歩く？隠れビーンズのみ。隠れビーンズってなんだ？隠れんビーンズ、タイムアタック。なんか知らない要素追加されてんじゃん。9ヶ月やってねえから。よし、じゃあ、行きますか。引き続き 2B で。うわ、なんか緊張する。ソロショーでいいんだよね。ソロショー。おぉ、9ヶ月ぶりに落ちるよ。いやー、マジか。そんなに経つんだね。確か60人とやるんですよね。いや、もうそんな基礎的なとこ、あ、40人か。あれ ?60 人じゃなかったっけ ?40 人だったっけ。いや、もう9ヶ月やってなかったら初見だよ、これ。初見プレイ。あ、でもぐるぐるファイト。これはなんか、昔からあった気がするぞ。古参プレイヤーの意地。いや、昔から持ってたけど、プレイしてなかったら意味ないからね。よし、頑張ります。バツジャンプだったっけ。あー、これね。ここはでもよくやったな。あ、しかも最前からのスタートですよ。2B 行きます。2B スキンいない。あ、1位だよ。今1位。今1位。今1位です、もう。よいしょー。おー、すんげー飛ばされたな。うわー、なんかでも懐かしい。あ、いい感じにと、あ、待って。めっちゃいい調子じゃん。いや、普通に1位だよ。あ、た、よいしょ。あれ？俺マジで9ヶ月ぶりで1位取っちゃう？いや、前回テトリスの時にも話したんですけど、いつか1位取りますって言いながら取れてないのがずっと気持ち悪くて、テトリスもそうなんだけど、あ、俺の1位。これは、真ん中を行くのは危険なんですよね、ここね。覚えてる覚えてる。あ、でもやっぱ覚えてんね。なんか。ほ。冷静に。よいしょ。やばい。あいつが先に行かれてしまうかよ。あ、落ちてった。あ、マジか、俺1位。やったこれ9ヶ月ぶりにしてはすげえ上手くない？本当に俺やってないよ1回も。うわ、すげえ、やったよ俺。うわ、この曲懐かしい。この曲すごい好き。あ、やっぱフォールガイズって曲いいね。ああ、でも 2B スキン使ってる人がほんと全然いないな。今となっては結構レアな課金アイテムみたいな感じなのかな。あ、でもそうかもしんないな。俺もコラボやってる時に、ニーヤコラボの時にゲットした気がするから、その程度コラボやってないとね。いや、みんな頑張ってる頑張ってる。こいつな、この人何もしないんだよな。放置の人がいるな。28人まで生き残れるわけね。いや、じゃあ俺結構ダントツで1位だったんだ。運が良かったのもあるかもしれないけど、いや、今日幸先いいぞこれ。うん、頑張ってる頑張ってる。そういえばね、スイッチとのマルチ、なんていうの、マルチですよ。トゥーハートのマルチでございます。が可能になったんですよね。だからちょっとこう、初期スキンの人が多いというか。いや、でもそれも9ヶ月前の情報だな。うん。いや、皆さん頑張っていらっしゃる。この辺はもうカットしちゃってもいいのか。あー、残り10秒、10秒。もう終わるよ、これ。うん。その怖いのが、新ステージみたいなものがあったら、
もう即興で対応しなきゃいけないってのが怖いですよね。この9ヶ月の間に絶対増えてるだろうから。よーし、1位21人がクリアということで、第2ステージに進んでいきましょう。さてさて、次は、うわ、なんかほら今一瞬宇宙みたいな、ん？ロボットみたいなステージがあったけど、そんなん全然知らない。ん？あー、これなんか前回それこそ7月に去年の7月にやった時にこれやった気がするよ。リングスピナー、ファンから逃げて障害物を避けて落ちるな。よくわからん。どうすればいいの？ちょっとみんなについていこうか。あ、捕まれてる。あ、掴むのがまた楽しいからね。おー、危ねえ。あ、でももう何人かすでに落ちている。おー、ちょ、危ねえ。大丈夫。俺の反射神経は衰えちゃいねえ。あー、危ねえ。あ、終わった。お、危ねえ。生き残った。やった。結構意外と周りの人が落ちてくれたんだ。ちょっと危なかったけどね、これ今レースが長引いてたら。残りもう13人か。あれ、なんかすごくテンポが速いように感じる。やっぱ一番最初って60人じゃなかったっけ？違うっけ？少なくなったのかな？ルール変わったんすかね？マッチが速くなるように。パイプドリーム。あー、これもね、7月にやった時にね、去年やった時にあった気がするな。でもそれこそ去年プレイした時、俺2位までいけてるんすよね。2位というか、もうほんと王冠目前で他のプレイヤーが取っちゃったっていう、すんげえいいところまで行ったんすよ。逆にいいところまで行ったからこそ、次のモチベーションがなかったっていうところもあるんだけど、あれ？いや、これ初見かもしんない。なんかこんな複雑な場所だったっけ？やばい、これ、まずいぞ。ゴールまで競争。お、頑張るわ。うわー、すんげえ拳が出てくるのね。おーふ。ちょ。で、パイプに入る。おー。ひ。あ、しまった。まんまとだな。うわー、これ風打った。そうか、これやり直せるのか。よかった。うわ、風打ってほしい。落ちて終わりだと思った。まだだった。まだチャンスある。ある。全然ある。おがちゃ。でかくなるのか、これが。よし。うん、ない。ひ。入っちゃい。どこに出るんだ、全然わからん、これ。え、誰もいない。よし。独占。ちゃっ。よし、入る。まだ誰もゴールしてない。あ、いや、もう何人か行ってんな。危ねえ、落ちたくそ。ちょっと、こそっち持ってかないでよ。こっち行くか。なっちゃ。くっそ。あ、ダメだ。もうゴールし始めてますね、結構。なあ、ちょ。ダメだ、こっち行く。いやー、ダメだ、待てばよかったか。よし、こっち行く。いけるか。いや、よしどうなんだ、真ん中行くか。真ん中突きろ。あ、こうか。あこれは素直に横のパイプで行こう。真ん中掴める気がしないんで。え、パイプ、どうやるの。あと2人、あと1人。まずい。いけるか。入った、ギリギリいけたよね。ギリギリラウンドオーバー。よっしゃー、生き残った。これ決勝戦じゃないですか、次人数的に。うわ、フォールガイズ面白い久しぶりにやるフォールガイズ、めちゃくちゃ燃えるやん。残り8人。いや、次ラストだって、これ。うわー、よく生き残ったね、今。何？うわー、これ、穴が開いてくやつ？
一時的に足場は乗ったところが崩れ落ちる、動き続けて最後まで残りクラウンを勝ち取ろう。あーでもファイナルラウンドだね。なんかあの氷が割れるやつとは違う？ん？なんかあれちょっと違うぞ。なんだこれ。ん？いやこんな初見で来られても。わからんけどとりあえず飛ぶわ。あ、おい、あ、ちょ、マジ。あ、なるほど、一時的に消えるのね、足場が。うわ、こーわ。やばい、向こうの人が、あ、やばい、これだから密集地帯にいると。やばい、わ、こーわ。今よくジャンプして避けた。よしよし。これはだから外回り、大回りで走っていく方がいいんじゃないのかな。やばい、向こうの人と衝突する。まずい、ここちょっと良くない方向に来てしまっているような、そんな気もする。落ちたわ。じゃあ終わりましょうか。くっそー、でもいいとこまで行ったな。そっか、ファイナルラウンドまで残れたか。もっとひどい結果になると思ってたよ。意外といけた、嬉しい。へえ。よし、じゃあ次もう一回やりましょう。いける気がするよ俺。なんかおう、スキップスキップ、サメの柄。あ、なんかすんげえ、あれ、え、なんかめちゃくちゃポイントが入ってくる。めちゃくちゃポイントが入るんだけど。へえ、大盤振る舞いだな。ネームプレートがゲットした。へえ、装備してみようか。じゃあこれぐらいは L、 そう、あ、 L スティック、ん、装備できない。じゃあいいや。うーん、っていう感じ。なるほどな。よし、2回戦目いきましょう。意外といけたのが嬉しい、本当に。へえ。あれでも最後のはどうすればよかったのかな、単純に。なんかもっと自分の歩く場所が良くなかったんだよな。あれ嫌だな。あのファイナルステージはちょっともうやりたくないな、心臓に悪いな。さあ、集まった40人の猛者ども、次行きましょう。ヒットパレード、これも昔からあるやつだと思う。なんかうん、よく見るやつな気がするな。あ、でも俺ね、これね、苦手だった気がするよ。9ヶ月前の情報です。苦手だった気がする。今年の俺は一味違いますね。今年のってもう4月終わりだぞ。行きましょう、2B。ニーヤのアニメは休止しているけど、2B 飛んでいきましょう。おい。うわ、真後ろにいる。あー、落ちちゃった。まあ。いいでしょう。あー、こんなんあったねー。懐かしい。よいしょ。あー、壁が。うわー、これ鬱陶しいだ。あー、痛い。やばい、弾が。あー、ちゃっ。うわい。チュッパチャップスが。これは。いけ。くー。あ。ハグ待ち。ハグしよう。あ、待て、そんな余裕ないかも。ゴール前でハグすんの面白いんだよな。どうなのかな、嵐恋みたいになっちゃうのかな。いや、コミュニケーションの一つですよ、ゴール前ハグは。うん、ハグ待ちの人好きだわ。よし、1回戦目もなんとか生き残りました。次、28人がクリア。うん、次、パイプのやつもちょっとよくわからないからやめてほしいな。さあ、何が来るかな。
え、何これ。うわ、これ完全初見だわ。何、全然わからん。危険なレーストラックで邪魔なものを避けてゴールまでたどり着け。トラックアタック、なんだこれ。うわー、なんか複雑そう。こういうのが来るとね困っちゃうよね。あ、でもこれもあのパイプ、とりあえず正面のパイプに入るのかな。あ、あれパイプか、なんだろう。おーおーおお、跳ねる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 、なにこれ面白い。おお、すげえ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 。いいよいいよいいよ、ちょ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 。え、下下下下。おおお、ビヨーン。でここに入ると気持ちいいぞと。おお、あれハンマー、あたたたたた。この輪に入ると気持ちがいい。よし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 。どうだ。あ、でももうゴールしてる人いんな。まずいまずいまずい。あ、いや、いけるか。いったー、入ったー、ゴールイン。何位？結構まだ余裕があった。いや、でももう結構ギリギリだったか。うわ、ギリギリだ、危ねえ。いやー、初見ステージやめてって。にしても 2B の俺に目立ってんな。ちょうどアニメやってる時にこの 2B 好きんだから、あー、ニーヤ好きなんだなっていう、ニーヤ好きをアピールできている。まあ、実際好きですからね。よし、頑張るぞ。ニーヤスキンもさ、でも2年くらい前に撮ったやつだと思うんだよ。ニーヤ、あれ、いつだったっけ？なんか、動画に撮ったよな。ん？ホバーボードヒーローズ。え、これ知らないよ、また。わかんないって。何？ホバーボードから落ちずにゴールまでたどり着け。ってことはレースなんだな。ホバーボードから落ちずに？これもう、フォールガイズ毎回そうだけど、うわ、なんか難しそう。わかんねえ、これ。なになに？え？あ、この床が動くのか。これは。ホバーボード。あ、そういうことだよね。だって道ないもんね。ああ、そうだ。あ、2B 人気者だね。抱きつかれてる。おおおおお、ちょ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 。ああ、こういう、こういう感じ。うわわわわわわ。うわわわわ。うわ、怖っ。うわっ。うわ、怖っ。ちょちょちょ、抱きつかないで。うわ、すんごいいろいろ飛んできてる。怖っ。ちょちょちょ、うわっ。やばい、これ食らったらひとたまりもないぞ。うわっ。お、なに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 。うん、上か、上か。え、いっちょちょ。く、く、くわっ。うわ、ちょ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 、うっ、もうゴールしてんのか。え、いけてる？これど、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 どっち？どっち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 ？わからんわからんわからん。え、これジャンプ届かなくねえか。あー、いったいった。どう、落ちてんのかい。あ、え、ゴールしてんのか。わかんねえ、わかんないよ。あ、でもギリギリでしたね。ああ、そうか。飛ばされてゴール。え、どうなってたんだろう、最後。よくわかんなかったな、自分で。ちょっと他の人のプレイを参考にさせてもらうよ。ここ渡ってないよ、俺。あ、でも運が良かったのかもしんないですね、たまたまね。ピョーンって飛ばされて、たまたまゴールにスポット入った。いや、運が味方してるよ、今日は。この調子で次は、あれ？俺落ちてんじゃん。え、ちょっと待って、俺落ちてるよ。あれ？俺クリアしてないの？どういうことだよ。あれ、一回でも落ちたらダメなんだ。なんだよ。なんだよ。道化師やん。道化師。俺の喜び返せよ。もうな、そうなの？運が良かった。運が味方してるとか言って。もう道化師。うわぁ。あ、しかもでも、ファイナルラウンド進んでてもこれだったんだ。なんだぁ。ぬか喜びだよ。そっか。じゃあもう一回ぐらい、時間的に。もう一回ぐらいやるか。
スキップスキップ。そっか、でもなんか決してそんなに不可能ではないように思えるんだけど、1位がどうなのかな。マッチがすごい速くなったな。なんか以前はもっとこうマッチングするのに時間がかかってた印象はあるんだけど、速くなってる。クロスプレイ可能になってからね。でもフォールガイズはね、今これ俺やってるのは PS5 でやっていますけど、スイッチの方がやっぱやりやすいだろうな。気軽にさ、ソファにでも座ってスイッチでダラーっとしながらやるっていうのが、その方が絶対いい。スイッチでやり直す。あ、いや、ニアスキンがないんだ。俺この 2D を使いたいから PS でやってるんだよな。って言ってたら全然マッチしないじゃないかよ。マッチ早いんですよねって言ってたのに。同化じゃん。俺を同化にさしないでおくれよ、フォールガイズさん。あれなんかほんと全然マッチしない。一回戻った方がいいかな。もうちょいますか。いやー、なんかフォールガイズやってると変な汗出ますね。あれでもちょっとほんと繋がらないんで一回戻りましょう。ダメだな。一回戻る。ソロショー。これでどうでしょうかね。40プレイヤーとのマッチが見つかった。あー、でもなんかちょこちょこフォールガイズは、なんか、何そのバグが多いっていう印象もあるんだけど、あれこれさっきやったっけ、トラックアタックって。あー、俺が1位でゴールしたやつだね。違うよ、記憶の改変が行われてるじゃないか。もういや、でもこれならあのあれだ、穴入ると気持ちいいやつだ。下ネタじゃないよ。決して下ネタ、フォールガイズで下ネタ言うやつダメでしょ、もう人間として。フォールガイズに性的興奮を覚えるやつはもうダメだよ。でもいるんだろうな。前回もさ、テトリスやった時にカービィに性的興奮をみたいな話をしたけど、フォールガイズにも何かこう横島のね、下心を抱くっていう人もいるんでしょうね。別にそれは全然否定しないし、いいと思います。行こう。お、なんか今一緒、表示が。ビョンビョンで、この穴に、入る!よいしょ!あ、ちょ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 。ハンマーに気をつけながら、ここは慎重に進んでいく。はい、チェックポイント。よいしょ。おお、ぶねー。ここも、確実に穴に入る。これが気持ちいい。よっしゃ、ハンマーも避けた。ここも入る。いいね、加速。素晴らしいスピードを出しているんじゃないか。ここも穴。あ、もうゴールしてる人いますね。よいしょ、いったね。入りました。トップ10には入ったんじゃないですかね。なかなかいい成績だったと。いや、トップ10、いや、入ってないかな。あ、終わっちゃった。よし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 。第1ラウンドは、難なく通過という感じで。問題は次だな。もう初見わかんないって。昔ながらの懐かしいやつちょうだい。さて、昔なんかサッカー、みんなでサッカーするみたいなやつとかあったんだけど、あれ気づいたらなくなっちゃってたんだよな。あれすごい好きだったんだけどな。チームバトルみたいなやつ。あんのかな?ちょっとわかんないな。あ、あと覚えるやつも苦手。画面に表示されたのがブドウとかみかんとか。ん?リングスピナー。あー、これ、一番最初にやった時に、たまたま生き残ったやつね。たまたまのやつね。わかった、頑張るよ。前進みながら、とりあえず避けて走ってたけど、それでいいのかな、やり方としては。その感じで進んでみよう。頑張るよ、トゥービー。よし。あ、麦わら帽子かぶってんのかわいいね。お、あ、危ねえ。あぶ、あぶ。お、お、ちょ、やべ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 。障害物に引っかかりまくっとる。
ひひひ、あぶね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 。あ、でももう何人か落ちてますね。この感じで生き残れれば。くくく、ああびっくりした、生き残った、よかったよかったよかった、なんとかこれもたまたまなんとか生き残ることができました。次はまだ決勝ではないな、準決勝ですね。ここ大事大事、頑張っていきましょう、生き残りましょう。何が来る？第2シーズンぐらいまではよくやってたからそのあたりまでのやつ来て、頼む頼む。動くスポットライト、あーこんなあったな、スポットライト内にいる、とどまる。うわこれでも苦手だわ。これちょっとね、勝ち方がわからないというか正解がわかんないんだよな。とりあえずがむしゃらにスポットライトの方を目指すしかないよな。まず一番最初にスポットライトがどこにあるか、うん、どこ、ああ正面ね、正面。どう移動するかだよな。上とか持ってみようか、よくわからんけど。ああ、いや、いいよいいよいいよ、よし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 、いい、あ、入ってる入ってる入ってる、あれあれあれ、あ、なんか壁がある、壁、あ、壁壁、あー、ちょちょ、あ、来た来た、こっち来てくれた、こっち来てくれた、あ、嬉しい嬉しい嬉しい、あ、あ、あ、ちょちょちょ、こっちだ、ちょちょちょ、あ、あ、やばいやばいやばい、あー、壁壁邪魔、33%、あー、ちょちょちょ、くっ、よし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 、ういちゃちゃ、え、これさあ、いや、やばい、もう、え、もうゴールしてる人いんの、マジやべ、あ、なんで上上がれないじゃん、こっち来て、ライトよライト、ちょ、あ、終わった、あ、ダメだ、生き残れ、失敗、くー、ダメだったか。そうだよな、全然ライトのとこに入れなかったもんな。うぅ、ダメだ、ふぅ、惜しかった。じゃあ次でラストにしましょうかね。ダメだな、いや、あれはやっぱね、勝ち方がわからん。こうだから自分の相性のいいステージとちゃんとマッチするかっていう運もありますよね。好きなステージで全部来るかっていう、ライトは苦手。さあこれでもう本当ラストにしましょう。もう本当長いことダラダラやっちゃっているんで、もう30分近くやっちゃってる。そうだよな。いやでも本当最初も言ったけど、久しぶりにやるとやっぱめちゃくちゃ面白いね、フォールガイズね。これだけシンプルなゲーム性で熱くなれるっていうのはね、やっぱすごいなって思うわ。お、スピンレース、あ、これはそれこそ一番最初にやって1位を取ったスピンレースですよ。あ、これだよね、記憶の改変してないよね、俺ね、1位取ったよね。よし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 、また見せちゃおうか、俺のプレイをね、華麗なプレイを。落ちないから、うちの 2B は。あれあれ、ちょっと違う気がする。なんか回る場所が増量してないか、いや、そんなことないか。こんなもんか。よし、行け。よいしょ。なんか、ベレー帽みたいな被ってる人多いな。あ、やば、あ、やば。あ、ダメだ、これね。迷うとダメよね。この素直に流れに乗った方がいいよね。逆らっちゃうと。よし。弾が。邪魔だ、たぶん止まってるなんだよ今の、止まるってやるのあれ、なんか弾、あれなんかフリーズしてる、なんか一瞬止まりますね、前の子たちがね。よいしょ、ほい、よいしょ、ぐるっと回って正面、さらに正面へ行った、ボールが危ねえ、ボールがあった目の前に、むやみに飛んだら危ないぞと。でボールが来るから入っちゃえ、
よいしょ。あれはちょっと若干なんかあれだね、画面が止まってたね。なんだろう、他の人も止まって見えるのか、こういう場合は。うん、残りもうわずかでございます。この船長みたいなさ、帽子かぶってる人が多い。今のシーズンにゲットできるものなのかな。俺もゲットしたかな、これ。どうだろう。長い、なんか長い。なんか長いのいいよな、気持ち悪くて。パイナップルだ、美味しそう。アイスクリーム。いやー、なんか知らんスキンが増えたな、ほんと。定期的にどんどん増やしてるんだな。止まってる止まってる。あ、鳥だ、かわいいね、いいね。俺も一番最初はフォールガイズ始めたばっかの時はね、鳩のスキンにしてましたよ。ほんと初期の頃からやってるからさ、っていう、もうそれしか誇ることがないから、そればっか言っちゃうわ。子さんプレイヤーですっていうのしか、それしか誇れない。22人がクリア。はい、続いて2回戦は、もうスポットライトはやめて。さあ、なんだなんだ、落ちないやつで。もう全部落ちるやつなんで、フォールガイズなんで。なんかちょっと接続が不安定なのか、なんかあれですね、なかなか繋がりづらかったり、止まっちゃったり。え、初めて見る、なにこれ。パズルパス、正しい出口に続くラインをたどろう。ライン、なにそれ、初めて。ラインって何、ちょっとこの画面見ただけでは全然わからん。うわ、全然、なにこれ。しかも最高峰、最後尾から、お、ライン、ライン、お、お、え、なに、え、え、え、お、やな、お、え、お、お、これ進んでんのか。お、進んだ。あー、はあ。こういう感じ。あ、無限ループになっちゃうってことなんだ。こんなん 100% 運だよね。うわ、しかも全然入れてないし。こっちの方とか、あ、ここだ。100% 運か。いいのか悪いのか。あ、進んだ進んだ。ん、進んだか、進んだのかこれ。いやいや、どうなんだどうなんだ、進んだ。止まってる止まってる、今のうち今のうち。あれ、なんと、ほら、不安定じゃん、もうな。あと、ちょ、うちの 2B さんが、うちの 2B さんが変なことになってるじゃんかよ。なんだよ、それ。あ、でも逆に、このサーバーが不安定の時に、いい成績が出なくてよかったような気もする。これで1とかだったらちょっと目も当てられないよな。いや、でもこういうことがね、フォールガイズってちょこちょこ起こるなっていう印象があるんですよ。うん。なんかその辺、あんま改善されてないっすね。それ良くないな。はい、じゃあこれがラスト。これがラストにしましょう。はい。マッチが見つかった。そう、サーバー不安定はちょっとありますよね。やっぱクロスプレイになったからかな。ヒットパレード。うん。まあまあ、この辺もまあ、楽でしょう。第一ラウンドならいけるでしょう。自分の力を信じましょう。ちょっとお水飲もう。よし、フォール汁が出てきたわ。あ、落ちちゃったらね、もう素直に先へ先へと行っちゃった方がいい。それか逆にもう落ちちゃうとかね、最初から。いや、でそんなことする必要はないか。よし、行くぜ。おい、ここや。あっ、落ちたら素直に、落ちたら素直に。よいしょ。ちょっと周りの人と同じところを行った方が、ここは、よいしょ。横のトマトの人と協力しよう。あ、あー、いた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 。トマト、ほら、トマト。
ここは流れてくるボールに注意しながら、いや、いけるか、いけるか、いい、ちょ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 、よしよしよし、一応上位には入ったかなと、よし、あ、よし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 、オッケー、今ゴジラのスキン使ってる人がいましたね。ゴジラスキンかっこいいな。そのゴジラスキンもさ、なんか昔のゴジラだよね。90年代のデストロイヤー戦のゴジラみたいな感じなんだよな。今左下にいる体がちょっと赤くなってるやつ、あれデストロイヤー戦のゴジラですよね、絶対ね。シンゴジエとかじゃないとこがいい。よし、次だ。第2ラウンド。サーバーちゃんと持ってくれよ。もう変な迷路でもいいぞ。ん？スカイラインスタンブル。これなんだ？近未来の障害物を避けてゴールまでたどり着け。やったことはある気がするけど、どんなステージだったかは覚えてないな。このそうだ、水色の中が動きがスローになるとかじゃなかったっけな。ちょっと思い出してきた。これはね、なんかちょっと何回かやった記憶あるわ。うん、ある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 。よし、突き進んでいけ。ここはジャンプで入っていく。いけるか。よし、のバーン、しまった。え、ここは危ねえな。よしよしよし、抜けた。こう弾かれる、弾かれる。あー、これあれね、横に星を出すのね。よっしゃー、抜けた。ここはタイミングが大事だ。おっと、ホップアップ。くそ、悔しい悔しい。出たらすぐ、出たらすぐ、いける。よっしゃー。あ、ここ道じゃなかった。そっちかい。踏まないで。いや、ワニについて。いや、穴だ、穴だよ、穴だよ。いや、危ねえ。ワニについていったら危なかった。あれ、あれ、どっちだこれ。ん、あれ違う、戻ってる。あ、こっちか。マジかよ。落ちていいのかこれ。そうか、いや、なんだ。待て、あっ、横から行こう。まずい、結構残り6人。上、間に合うか、残り3人。あ、終わっちゃった。いやー、ダメか、間に合わず。うっそー、ダメだったな、ダメだった、悔しいな。もう一回だけっていいですか。もうこうなる気がしてた。自分でもこうなる気がしてた。泣きの一回。あ、これだ。船長の帽子、ここで取れるんだ。もうちょいだよ。あ、じゃあ、船長の帽子かぶってる人は、今もそこそこやり続けてる人っていう強いユーザーって考えた方がいいんだろうな。そうか。泣きの一回、これでラストにしましょう。くっそ、悔しい。これ何回もやっちゃうね、フォールガイズね。終わんないね。くっそー。結構ね、ゴール手前まで今いいとこまで行ってたんだけどな。さあ、これで40人マッチ。次は何から始まるか。でも安定して第1ラウンドは取れてますよね、とりあえずね。あ、またこれだ。任して、ここ得意だから。うん、向き不向きあるよな、これ本当フォールガイズは。さてさて、どんな感じか。いきましょう。なんかテトリスよりも希望はある気がする。こっちの方が、テトリスの方がいつもやってるけど、フォールガイズの方がずっとやってたらいけんじゃねえかなっていう。これもやっぱだからね、9ヶ月とか、9ヶ月ぶりとかじゃなくて月1ぐらいでやるべきですよね。ゴー！
さて落ちずに、よいしょ、落ちずにいけた、素晴らしい。でここね、よいしょ、間に入っていけ入っていけ、お、ちょうど空いてる、うん、挟まった、痛い、今のは潰れた。でもなんとか上位陣には食い込んでいるんじゃ、いざうわ、しまった、これはタイムロス、ここで落とされてしまったか。いや、いけるいける、今いける、くっ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 、あ、ハグハグハグする、ハグするハグする、ハグしよう、 2B だよあ、待て待て待て、ここでゴール前で遊ぶのはいいけど、ギリギリになっちゃうとな、うん、このピンクの人と金の人がハグしてくれて嬉しかった。うん、あと2人下のこの人大丈夫、バグってるよこの人え、大丈夫だか、大丈夫かな、心配になっちゃう、どういう動きしてどういう、え、どういう動きしてんだろうこれ、え、心配になっちゃうこの人大丈夫かな、よし、第1ラウンド突破、次次、あー、船長棒多いっすね、でもやっぱ今回も、みんなやってんね、結構。第2ラウンドは、さっき第2ラウンドでもうダメだったんだっけ、うん、あー、これも運だわ、ドアダッシュ、でも昔からあるやつですよね、本物のドアにジャンプしてバーンってぶち当たっていけっていう、なるほどな、いや前へ前へ突き進みたいよな、これもな、後方から様子見はね、やっぱプレイとしてあんまり、よくない気がするんだけど、どうなんだろうな、なんかあれ、なんか一人遠くに、遠くにいたよ今、あ、自分が、あ、自分か、うん、よし、とりあえず正面、正面走ってみますか、よし行け、果敢に、おお素晴らしい、これが気持ちいいのよ、これはここだ、おお素晴らしい、持ってる、俺今日ね運が味方してるよ、あ、あれ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 、じゃあこっちだ、おーしよしよしよし、うーん、あ、違うのか、マジか、しまった、うう、真ん中だ、様子見様子見、後方後方彼氏面になるしかない、後方彼氏面、あー、そこだー、いったいった、あ、でもみんなみんな行ってる、みんな行っとる、へっ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 、あ、赤い人ハグしよう、あー行っちゃった、よし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 、後方枯れ面ゴール、よし、なんとか第2ラウンドも突破、次ですよ、この辺りから徐々に厳しくなってくる、さあもう40分ぐらいプレイしているぞ、残り19人、次が準決勝になるかな、なんだなんだ、今一瞬水中みたいなステージが見えたけど、水中なんてやったことないよ、フォールガイズで、あ、またこれリングスピナー、あ、でもリングスピナー今のところ 100% クリアできているから、ちょっと自信あるぞ、自信出てきた、これひたすら前へ前へ走り続けていれば、相手がね落ちて気づいたら生き残ってるよこれ、よし、あ、一番後ろ、後方枯れ日面だ後方枯れ日面 2B でいきます、うん、よし行くぞ、逆にこっち行くって、あ、いやいや、ないなないなないな、それはないな、ほっ、あ、あ、ほっ、よしよしよし、ここラップで危ない、くっ、ガッ、生き残った、生存生存、よかった、危なかったね、ちょっとタイミングぐちゃぐちゃっとしたわ、
そっか、あのバーが斜めになってるからいやらしい感じで落としてくんのね。残り10人これけ、あ、残り9人決勝戦だよこれ。次よし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 、見せ場作ったよ最後の最後の秋の1回で決勝戦まで持ってきた。最後何、うん、クラーケンスラム。パターンのあるタイル上でジャンプするのを避けてクラーケンの接触が出現して、わかんないよそれ、水に落ちないようにしよう。初見だって。クラーケンの触手を避ける、どういうこと、わからんわからん。クラーケン、何、まずい、何どうなるどうなる、あてなんかちょっと斜めになってきてない、何わからんわからん、マジでわからん、なんか斜めになってきてるって、ちょっとなんだよそれ。いやこんなんわかんないって、いきなりクラーケンとか初めて見たし俺、あんなやつが生息するようになったんかい、危険な世界になったなマジで、あれはちょっと、あ、やった。もう今回は船長の帽子をゲットしたんでよしとしましょう。じゃあ。はい、ありがとうございました。いや、久しぶりに会うと面白いわ。ちょっと本当に、いろいろ勘を忘れちゃうんで、なるべく定期的に1位取れるまでは、2B で俺が1位を取りたいから、船長帽ゲットしたけど、船長帽もういらないんすよ。2B で華麗な1位を取りたい。今回ここまでです。いやー、後方から日面ですわ。ご視聴ありがとうございました。